Hey guys, how are you doing? Welcome to another lesson on Akitama TV. When you translate from Japanese joke into English, you have to be very careful because sometimes it becomes just simple harsh. ということで今日はですね、日本の冗談についてちょっとお話をさせていただきます。このアキタマ TV は英会話講師の私がためになる英語動画を上げております。チャンネル登録していただいて、ぜひ他の動画もご覧ください。それでは、Let's get started!はい、ということで今日はですね、日本の冗談を英語にするときは気をつけないといけませんよという話をさせていただきます。まずですね、日本人同士の親しい人たちの間で言う言葉遣いと、西洋人の間でですね、使う言葉がちょっと違うような気がします。まず日本人同士っていうのは仲良くなってくるとそんなに褒め合ったりはしないですし、結構相手をけなしたりしますよね。これはまあ家族もそうですけども、まあ親しくなったまあ印でもありますよね。喧嘩しやすい関係になった時ってそうなります。で、まあこれは関西だけなのかもしれませんが、結構ねボケとツッコミっていうのが、はっきりしてきますよね。で、まあボケがこうなんかつまらないこととかですね、バカなことを言って、でツッコミが来ると。でそれで言われたことに対して受ければ喜びを感じるという、こういうのって日本的な文化じゃないのかなと思うんですね。ちょっと韓国人が日本語で喋ってるのを聞いてるとそういう感じもあるので、韓国も似てるのかもしれないですね。中国人とかちょっとわからないんですけども、とりあえず相手を貶めても受け側がそれを、ね、狙ってるところもあるわけなんですね。そう言わしてるって。で受ければ OK というのがあります。まあもちろん程度にもよりますし、笑いを狙ってボケてない場合もあります。その時のツッコミはやっぱきついですからね。まあ全部が全部そうでもないですけど、そういう笑いの文化があることは確かだと思います。でも海外ではちょっと違うんですね。で、例えば夫婦間とかでも、他人の前でですね、旦那のことをこき下ろしたりは、海外ではしないと思いますけど、日本っていうのはもうね、旦那のことをバカにしていくらみたいなところもあるじゃないですか。私の旦那素晴らしくてみたいなアンミカなことを言わないですよね。で実はこれ私のですね、あるまあオーストラリア人の友達に昔相談されたんですけども、彼の奥さんは日本人なんですね。で彼女は僕のことを友達の場合でバカにするとやめてほしいんだってすごいなんか悲しそうに言ってたんですよ。で私はその奥さんのことも知ってるので、どちらかっていうと、まあ、上沼恵美子タイプの人で、バーって言ってでまあ笑いを取るっていう感じかな。で英語もすごい達者な方なので、それをそのまま英語にしてこう言ってるんですよね。でも、そのオーストラリア人の彼にしたらボケっていうそのポジションがわからないので、単にバカにされてるとしか受けないんですね。そのバカにされて喜ぶっていうその日本的な文化がないので、単にこうまあ怒るタイプじゃなくてですね、こう拗ねたりこう落ち込むタイプなので、なんかね、ああこれはちょっとまずいなと思ったことはあるんですけども、そうなんですね。ですから相手がボケだと思って勝手に思い込んでしまってですね、こう蔑むような言葉を言ったりするのは相手には NG で捉えてしまいますね。で日本語は綺麗な言葉と言われていますけど、友達同士で使う言葉って結構きついですよね。まあ、友達同士だけとは限らないですけども、例えばハゲとかデブとかですね、ブスとかっていうのもまあ、私は使わないようにはしてますけども、まあ冗談とかで出ることもあるじゃないですか。お笑いの世界では常につく言葉ですよね。テレビとか女芸人のね、女性芸人の人ブスとか言われるじゃないですか。まあ全部が全部じゃなくても、それをまあ狙ってる女性芸人もいるわけですよね。それがメディアの中で当たり前になってるので、そういう言葉っていうのは別にすごい拒否反応を起こしたりはしないと思います。まあ、他人にいきなり言われるとちょっとねダメですけど、まあそういうのもあると思います。ただ海外ではもう絶対的にダメですね。こう見た目なんかをですね、容姿のことをアグリーとかですね、そういうの言うのは絶対ダメですね。ハゲとかね、外国人が聞くとすごいびっくりするんですよね。日本人ってそんなこと言うんだっていうのがね。あとですね、
バカとかボケとかって言いますよね。まあ、関西ではボケって言いますけども、これも英語ではノーノー、英語だとストゥピッドとかイディアットっていうのを使うんですけども、まあ映画とかではね、たまにねテレビとかでは You stupid とか言ったりしますけども、まあこれは日常では通常使わない言葉だと思います。例えば日本だったら、うちのバカ息子がねとか言ったりするじゃないですか。My stupid さんなんて英語で言うと通報されちゃいますよね、虐待だと思って、うん、で代わりに、海外とかアメリカとかだったら My lovely さんとかね、言うじゃないですか。日本ではそんなこと言うとちょっとって私の可愛い息子がねなんて言わないじゃないですか。この辺がねやっぱり違うんですよね。だから stupid さんなんかもありえないんですよね。で日本のようにバカとかボケとかっていう言葉が非常に受け入れられてはいないので、スチューピッドとかイデオとかっていうのはあんまり使ってはいけないんですよね。でそれは人に対してだけではないようなんですよ。である時アメリカに行って、まあ、パレードを見たんですけども、すごいなんかファニーな面白い格好をしてる人たちがいっぱいいて、I like their stupid outfit って言ったんですよね。そうするとスチューピッドっていうのを使うのは良くないってある人に言われたんですよ。でいや彼らのことを言っているわけではなくって、服のことを言ってるんだっていう話をしたんですけども、stupid 服であっても使ってはいけないって言うんですよ。で彼は stupid is not in my dictionary、 そういうのはもう元々私は使わないようにしてるからっていうふうに普通の男性の人に言われたんですね。 でその時ちょっと納得いかなかったんですけどね。でも、まあ、今考えると、まあうん、外国、しかも外国人の私が使うべき言葉ではなかったのかなと思います。で唯一よく聞くのが I was stupid っていうのはよく使います。 I'm stupid ってあんま言わないんですよね。私バカなんですってあんま言わないですから。で I was stupid って言うと過去形にすることによって私の行動がバカだったということになります。 I was stupid、これはね、OK ですね。間違いをしてしまった時に、相手に謝る時とかによく使います。I'm sorry, I was stupid. これはね、ぜひ使ってください。あと、相手を責める時ですね。You are stupid はダメです。これ、お前バカ。日本語では OK ですけど、英語では冗談にはなりません。You were stupid。これはありえます。あなたのやったのは間違いですっていうことですね。でもこれもジョークにはなりません。相手をあくまでも責めてる時に使う言葉ですね。You were stupid。まあこれも、使えないことはないんですけども、まあ関係にもよります。で英語を勉強するっていうのはシチュエーションに応じたことを覚えていくということになります。そうすると英語的な考え方をすることができるんですね。ただ日本語的な考え方ができなくなっていくことも確かです。で私もある時ですね、日本人らしさを出した英語を話したいっていうのを思い出しまして、まあ自分の考えたことをなるべく英語で伝える、日本語っぽいのを英語で伝える、そして、まあ、彼ら文化的な背景があってわからない時ですね、それを説明するっていうことを今もでもやっぱ心がけてやってます。でも冗談はやっぱり難しいですね。文化的背景がないといけないです。で食べ物とかですね、あとまあそういう文化のことは言ってもわからない時後で説明できますけど、ジョークっていうのはやっぱり大変、このスピードが大切なので、一個言ってそれをまた説明するとなかなか難しいですよね。でここがだから私の今の課題で、どのように自分をですね、自分の面白さを出すかっていうのを考えてるんですね。日本人の私っていうのは、ある人といるとボケ、ある人といるとツッコミっていうんで、その人によってちょっと変わるんですけども、ボケの方はいいんですけども、ツッコミになると英語ではしにくいんですよね。相手を責めてるだけのように取られがちになります。ここがね英語では難しいんですね。で、まあ、それを取られないようにするには、まあ関係が必要ですし、あとやっぱり優しい言葉をしたり、ちょっとポリティカルコレクション、それは使ってはいけないっていうのを、言葉を知っておかないといけないのかなと思うので、かなり高度なんですよね。ということは今日はですね、ジョークについてお話をさせていただきました。ちなみにブラックジョーク、これはダメです。ブラックジョークっていうのは黒人をバカにしたジョークのことになります。英語で言うのはブラックヒューモンを使うか、あとダークジョークにしましょう。このビデオ面白かったなと思う方はいいねお願いします。それでは See you guys!